何か聞こえ。点滅？うわうわ。ちょい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 。何するの？そうか、四角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 。やめて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 。おおうわ。腕もげたんたちゃん。怖っ。うわあ。みんな大丈夫？め大丈夫？め大丈夫？めなんか言ってよ。へへ。よかった。へへへ。へやあ。頭いかれちゃった？め。ああ。ああ。へ。くす。め。大丈夫大丈夫。大丈夫だよ。あたいはここにいるからね。奴はもういないから。ちくしょう。どうやったらここから出るんだよ。ちょっと落ち着いて。どこからか空気が流れてきてるんだよね。だから最低でも窒息死はしないよ。冷静。まあ、ちょっとだけ安心だね。なんでわかんの？ボーイスカウトだったんだ。ボーイスカウトだよ。なあ、アンガス。ん？愛してるよ。ええー、あ、いつもの目に戻っちゃった。大丈夫か？殺されかけてだいぶマシになった。っていうかまた殺されかけて。おかしいよね。2日間で3回くらい殺されかけてんの。3回とも死ななくてよかったじゃん。空気はこっちから入ってきてるみたいだよ。 OK、 私はもう大丈夫。本当に？うん、もう歩けそう。封鎖されてるね。どう見ても大昔から。取り抜けられる？やってみよう。出られるの？もう出ようよ。あ、動かせる？これ何をつかめばいいんだ？あ、みんなの手が出てきた。おいしょ。うん、確かに綺麗な空気だ。くんくん。あと水も近くにあるみたい。すげえな、アンガス。水の匂いってわかんの？川じゃなければいいんだけどね。洞窟の川ってすごく危険なんだ。鉱山のかな？ここ坑道だから。うんうん。いやー、なんかもう急に冒険のゲームになってしまった。また下降りるんかい。怖いな。何がある？何がある？水があるね。ふむ、そこが見える。15センチくらい。15センチの水じゃ溺れないと思うよ。うんうん、歩けるな。大丈夫？この水近づいて。なんかザバンってなんか出てこない？お、入れるな。ニュース。大丈夫？メイ、そんな深く。まあでも進むしかないな。あ、でも結構先。あー、落ちちゃった。あんたが一体何なのか分かっちゃったよ。前も心の中のどっかでは分かってたと思う。でもさ、あのさ、何年も前にあの子を入院させちゃった後、怒りをコントロールできないのが問題だって言われてた。でもそれは違う。違うことのせいでずっと怒ってたんだよ。私が失ったもののせいで。あれから常に怒りを抑えようと頑張ってるとさ、疲れちゃって無防備になってたんだよ。そのせいでだんだんいろんなものを押し合ってさ、それは良くなったなんて言えねえよ。私ちゃんと怒りたいんだよ。大学を辞めて実家に逃げてきた時、バスの中で夢を見ちゃった。それか窓の外に見たのかも。最後の葉っぱが風に吹き飛ばされちゃうとこを。私本当に怖いんだよ。いつもそう。その恐怖が痛いんだよ。何もかもが終わっちゃってるっていう感覚。私がここに来るずっと前からもう終わっちゃってたって。ずっと隠れようとしてたっていうか、この何かから必死に逃げようとしてた。でも分かっちゃったんだよ。これはもう止まんない。私が死ぬまでは。だけど死んじゃう時はさ、ちゃんと苦しみたいんだよ。友達がみんないなくなって、私が手放さなきゃいけなくなって、この街が崩壊されて、この街が破壊されて地図からも消されちゃう時にさ、苦しみたいんだよ。ありえないほど苦しみたい。私負けたい。ボッコボッコにされたい。
吹っ飛ばされちゃう瞬間まで、全部が終わる瞬間まで、離さず必死に掴んどきたい。そんでさ、そうなっちゃうまではね、希望を抱きたいんだよ。そんで苦しみも思いっきり感じたい。そう感じることができれば全てに意味があったと思えるから。一応私の存在に意味があったってことだから。へへ、はは。私は何かになれたって思えたら最高だろうね。なんか出てきた。左。それって全然通じないのってわかるよね。なんだあの左にたまに出てくるやつは。うるせえよ。最終的に救われなくたっていいんだよ。私は永遠の救いなんか求めてないんだから。ただどうしても今だけ救ってもらいたい。だから私を殺すんだったら早くやれよ。そうじゃないんだったら、あ、助かった。メイ、メイ大丈夫か。ああ、なんか一瞬わけわかんなくなってたよ。僕がおんぶしてあげようか。いや、多分大丈夫。私はただ、ほんと疲れ切ってる。ちょっと休憩しちゃっていいよ。ここなら安全だしさ。うん。お、光が見えてるよ。行っちゃった。今の匂いわかった?アンガスなら絶対わかったはず。ああ、一応こっちに戻れるね。あ、ただのスタート位置に戻れるだけか。ちょっとみんなのところに向かってみますか。みんな待って。光が見えるってどこにあるの?一人にしないで。お、みんな。お、なんか崩れてんな。お、あ、上に登れる感じ?登れんのここ。何これ?通気口じゃないかな。作業者が窒息しないように設置したんだろうね。相当古いみたい。ん?パンフレット。パンフレットに書いてんだ。おーい、下にいるよ。お願いだから理由は聞くなよ。運が良ければ夜中に森の中散歩してる人がいるかも。私こっから出れるかも。いや、僕が。ん?ん?行けそう?うん、わかんないけど、なんか超テンション高くなってる。イルカみたいな。イルカみたいにテンション高いって?違う違う、ほら、例えばさ、うわー死んじゃうとこだったってなるとさ、体中にイルカっていうかドルフィンが流れちゃうじゃん。ドルフィン、あの目が本気で心配なんだけど。エンドルフィンのことだね。クソくだらねえな。はいはい、そうそう、それありがとう。とにかくさ、イルカに乗ってこっから出ようぜ。っていうか無理かもしんないけど、僕らが見守ってあげるからね。うん、ほう、登っていけと。あ、ジャンプできるようになった。なるほど。で、ここに登れるんだね。まあ、特にみんなと喋れないので登っていくか。まあ見ててくれ。この軽やかなステップを。あれ。ほっ。はい。ああ。ほい。はい。はい。ああ、全然楽勝で登っていけるね。はい。大丈夫?一人で登っていって。お、なんかでも音楽が聞こえる。これは希望の音楽と捉えていいですか?はあ、なんだろう、ちょっと鳥肌が立ってきた。うわー出れたー。井戸だね、完全に。まあ、井戸じゃないか、通気口か。お、手が出てきて。お、助かった。なんちゅう顔してんだ。ここね。うんうん。やーめい。あ、ジャーム。ジャーム?うん。こんなとこで何してんの?すぐそこに住んでんだ。ああ、ジャームは森に住んでるっつってたね。グレッグが叫んでんの聞こえちゃってさ、みんなこっから出れなくなっちゃってた。え、うちの裏の井戸にいたの?かなり大変な夜だったんだよ。らしいね。ロープか何かないかな?うん、あるよ。助けてー。持ってきてもらっていいかな?よし、ジャーム頑張って。おーい、メイ。ん?もしかしたらジャームだったの?うん、ロープ持ってきてくれるって。なんでこんなとこにいるの?ここに住んでんだよ。こんな森の中で?確かに。助かった。わあ、体中が痛い。超遠かったじゃん。ジュースも持ってきたよ。ありがとう、キーキクね。ジャムって最高じゃん。糖分とカフェインが必要だからね。ありがとう。でさ、とにかく、井戸から離れないと?ない?離れよ、離れよ。
じゃあもう井戸をこう封印とかしてもらえないかな。さあ。ダイマイト、ダイナマイトならあるよ。それはやりすぎだろ。は？っていうか手に入るよ。その爆発って結構でかい？まあ小さくはないね。よし、それで行こう。行くんかい。ありがとうな、ちゃん。うん、ありがとね、ちゃん。うん、じゃあまたね。ちょっと相当変わってるよね。俺らの命の恩人じゃ。ジャームはいいよ。本当はいいやつだよ。なんとか命からがらか。今思ったんだけど、私たちが全員殺しちゃったんだよね。え、どうやって？だってさ、エレベーターは壊れちゃってるし、崩落を起こしちゃったし。あれは正当防衛で。そうかもしれないけどさ、12人ぐらい殺したってのも事実なんだよ。いやいや、みんな生きてんだよ、あの下で。捉え方次第か。ま、マジで。うん。うわぁ。俺らには罪もクソもねえよ。だって向こうが襲ってきたじゃん。あの中の一人が襲ってきたってことね。ってことは、私たちが今心配してんのは、モラル的にはグレーだよ、グレー。人殺しなんかじゃないし。他に選択肢があれば絶対やんなかったし。確かに。まあ正当防衛だね。僕ならやったよ。言うね。あの、何なの？奴らだって人を殺しだよ。僕らにも人を殺させようとしてたし。あんな奴らなんか死んだらいいんだよ。おわ、言うね。地獄なんか信じてないけど、地獄に落ちろって思ってるんだよ。アンカスすげえ。まあ個人的な意見なんだけどね。路面電車の話みたいじゃん。路面電車の話って何？とりあえず歩こう。その間に説明するから。帰ろう。お、帰ってきた。よーみんな。いるかな？反応なしか。誰か？あれ、反応なしか。とりあえず勝手に打っとくね。さっき起きたことはよくわかんないし、今の心情うまく話せないけど、ここならちょっとうまく話せるのかなって。で、今はとにかくマジで誰かに話さなきゃいけない。みんな遊びに行っていなくても、こんなこと誰も望んでなかったんだよ。そして私たちが特別だからって起きたわけでもない。いくら一生懸命頑張ったって、宇宙は難易度を下げてくれない。そしてここまで罰当たるようなことはしてないと思う。その全ては生まれるずっと前から始まっちゃったことなんだから。すげえ勢いで流れる川にポンと落とされちゃって、何でもいいから必死に捕まえようとしているような。みんながいてくれたから今夜救われたのはそのおかげだったよ。それに私を助けるためにあいつを殺してくれたこともね。すんげえ感謝してるから覚えといてね。笑い。今起きたこと一生理解できないかも。もう終わってればいいんだけど、とにかく今はただみんなをギュッと抱きしめたい。それしか考えられない。みんなのことを愛してるからだけじゃなくて、一緒にいてほしいから、みんなを手放したくないから、もう誰にも傷つけられないようにみんなで一緒になってギュッと抱き合って。ごめん、また脱線しちゃった。姉ちゃん、メッセンジャーなんか使ってないの分かってるんだけど、とにかく適当に打っとくわ。 B、 あんたは本当にすごいと思う。辛い経験ばっかで本当かわいそう。 B が悩まされてる問題はよく分かってないけど、できるもんだったらさ、全部解決してあげたい気持ちでいっぱいだよ。そんで必要な道具は全部 B の店で買うから。まあ買うってか借りるかもしれないけど、もっといい友達だったら買うんだけど、私はこんなもんなんで、B と友達でほんと幸せなんだよ。こんなもんだな。そして全部削除って。くそ。はあ、ごめんごめん、今の全部冗談だから。私もう疲れて何言ってるかわかんない。ログアウトしろよ。ログアウト。
お、目が覚めました。若干エンディング感ありましたけどね。まだ話は続くのかな。おはようメイ。怖い夜だったね。すごい絵だな。暗闇の中、怖い経験したね、メイ。よし、じゃあパソコンチェックしましょう。みんな。いや、メイ、今日は大丈夫？今日はお店を開けないことにしたから。グレッグに聞いたらバンド練習があるみたい。また練習の時にね。おう、バンド練習。グレッグのとこに行くのかな？いやー、昨日のメッセージ最高だったよ。てかマジで。バカだよお前。今日はバンド練習だよ。なんかみんなで普通のことがしたいなと思って、今日はスナファーにいるから、元気だといいんだけど。よろしくお願いします、グレゴリーより。おお、まあね、みんなへのメッセージがちょっとかっこよすぎたかな。あ、今日は生きててよかった。アンガスのメッセージか。シャーク、これしばらく見てないけど特にないか。シャーク。よし、じゃあ歩き回ってみよう。お、エピローグ、スターズ。あ、これもう最後ってこと？